絞り在機械図式とは、日本における死刑執行の際に使用される公主機能図式その他の死刑執行の方法を定めた大上官布告である。現行の日本国憲法下においても法律と同一の効力を有する。1873年2月20日に公布された。絞りか全図この大上官布告は、日本国憲法のみならず大日本帝国憲法すらも、 制定されていない時代のものだが、最高裁判所は、最高裁判所大法廷判決昭和36年7月19日において、死刑の執行方法の基本的事項を定めたものとして、第二本帝国憲法下においても、法律事項を定めたものであり、従って、第二本帝国憲法下において、法律としての効力を有していたのみならず、現行の日本国憲法下においても、現在も、 法律事項を定めるものであり、かつ、その内容は、日本国憲法第36条の残虐な刑罰にも当たらないため、現行憲法下においても、法律と同一の効力を有するものとして、存続していることを確認している。この大上官布国には、別紙図式として、絞り加全図、踏み板表面図、記者、記者属鉄板図、踏み板理面図、記者装置図、工場館図、 鉄板数、螺旋図、工場略図が付されている。ただし、絞り剤機械図式の別紙図式として、絞りか全図に定められたものは、地上に設けるものとなっているのに対し、現行の日本の執行施設は、絞りか踏み板式の内地下絞りか式と呼ばれるもので、あり若干異なるが、上記の最高裁判決で、奥野健一裁判官は、 補足意見として、現に行われている地下絞り化式の執行方法は、前期布告65号の図解するところに比し、むしろ非執行者の精神的苦痛を軽減し、執行の公開主義から密航主義への推移に相合理性を備えているもので、あって、右布告65号に準拠していないとは言えない。と述べている。何を参考にして作成されたのか明確な資料は、現存していないが、 構造は当時のイギリスの公主形態によく似ている。この当時にイギリスの死刑執行人を務めていたウィリアム・マーウッドが考案したものと金具の形状やロープの長さ、床の開き方などが告示している。なお、時縄について絞り剤機械図式では二分自思を原始的解かすとしているが、この部分については刑事収容施設及び収容者等の処遇に関する。 法律179条により、死刑を執行するときは、公主された者の,の死亡を確認してから5分を経過した後に工場を解くものとすると改められている。布告に掲載された絞り剤機械の各部品の図。明治政府は1870年に従来の死刑執行方法に代わり公死刑にすると布告を出した。この時に導入されたのが、懸垂式の処刑器具。 絞り柱であった。この器具は死刑囚のうなじに縄をかけ、その縄の先に二十巻の重しを吊り下げて行使する仕組みであった。しかしこの処刑器具には場合によっては死刑を執行された者が蘇生するという致命的な欠陥があり、石槌県死刑囚蘇生事件を含め三件が失敗している。このため導入から2年で絞り剤機械図式に変更された。 ありがとうございます。